暴力話も入っています。私の夫は DV 夫でした。結婚して数週間後に喧嘩したら、私はほっぺたが腫れ上がるほど殴られていました。夫も、なんで手を出したんだろう。と、自分の拳を見て、呆然としてる感じでした。なので、その時はたまたまヒートアップして、って思っていましたが、やはり喧嘩すると同じことが何度かありました。結婚して2年、首を絞められた時点で別れを決意しました。しかし、殴るとか、そういった行為に及ぶ理由が少々気にかかりました。夫はそういうのができなさそうな温厚なタイプです。まあ、温厚な人に限って怒ったら、っていうのもありそうでしたが、別れようと思う。と告げると、夫は肩をがっくりと落として、テーブルの上に診察券を出しました。それは、精神科の診察券。話しづらかったけど、俺も、なぜ手を出してしまうのかわからなくて通院している。こんなことを言うと、病気に逃げてるとか思われてしまうのが嫌だったから言わなかった。でも、お前がそう決めたのならそうしよう。今までごめんな。と診察券をしまおうとしたので、その手を掴んで、一緒に病院行こう。なんで黙ってたの？私とあんたの夫婦の問題でしょう。って言うと、夫は涙を流しながら、夫婦ってまだ言ってくれるの？ありがとう。と、私の手を握り返しました。後日、一緒に病院へ行き、私からも先生へお話ししました。首を絞められた下りになると、先生もさすがにうなっていました。やはり、奥さんに、幼少の頃のお話をした方がいいと思いますよ。と先生が夫に言うと、夫は、うなだれながら話をしてくれました。夫の父親、つまり姑は、現在姑と別れて、北国で一人暮らしらしいです。小さい頃、夫は、姑にすごく殴られて育ったそうです。殴られたってなもんじゃなかったです。はっきり言って、いじめレベルでした。男なんて、多少乱暴に扱ったって壊れない。って理由で、自分の機嫌が悪いってだけで、理不尽に殴られたり蹴られたりしてたらしいです。真冬の北海道で、木に縛られて泣いていたところ、近所の奥さんに助けられたこともあったそうです。姑は、そんな姑に逆らえずに、あんたが我慢してくれれば、それで丸く収まるんだよ。と、夫を生贄にしていました。夫と私が結婚して、本州に引っ越してきたので、あまり、義実家とは、交流はありませんでした。私や私の両親の前では、姑も姑も普通だったので、おそらく、内弁慶 DV タイプなのでしょう。結婚後、すぐに、姑と姑が離婚したので、これは想像ですが、生贄を失った姑に、姑の拳が向いたのでしょう。その話を聞いて、全くわからなかったので、びっくりしました。挨拶した時も、ごくごく普通の人でしたから。姑は、ちょっとおとなしいなって感じで。そういえば、結婚して、里帰りしないの？いいの？って言っても、夫は、いいよいいよ。仕事忙しいし、とか、軽く断られていて、結局、あまり言ってないのを思い出しましたが、本気で嫌がっていたんですね。涙が出てきました。先生が言うには、そういう経験をした子供は、大人になると DV をしやすいと。先生に、奥さんは、旦那さんの DV を直したいの？と言われ、首を縦に振りました。先生は、しょうがないねえ、仲いいねえ。僕のところなんて、奥さんは冷たいのなんのって。いい奥さんじゃないのさ。もっと早く連れてきなさいよ、まったくもう。みっともないから、奥さん連れてきたくないとか言っちゃってるんだよ、もう。とか笑って茶化しながら、夫に、何本か、割り箸を渡しました。前箸ブームだって言うけど、そのブームのおかげで、割り箸が、無駄にこんなに余ってるの。だから、カッとなって、奥さんに殴りかかりそうだったら、大声を出してこれ割って。
奥さんも何本か持っといて、殴られそうになったらこれ出すの。これでも割ってなさいって。割って一段落ついたら、これで奥さんと料理でも食べて。エコでしょ？それは訓練でもあったのです。カッとなったら割り箸を攻撃するというのは、人を攻撃しない訓練。そして、自分を落ち着かせる術を見つける訓練らしいのです。通院後、夫はカッとなって、拳をがって出したら、思い出したかのように、割り箸を出しました。間に合いそうもなくても、私が割り箸をさっと出すと、って感じで、それをひったくって、パキパキと割っていました。先生の指示で、割り箸の置き場所をだんだん遠くして、危ない、って思ったら、人ではなく、割り箸へ歩いていくということもしました。そうすることによって、他のものには当たらないという訓練です。気がつけば、怒ったら二人で深呼吸をして、何が悪かったか話せるぐらい、余裕ができました。あれ？割り箸は？っていうぐらい、割り箸の存在は、空気になっていきました。そうすると、夫は、拳を出す回数は減り、今では、俺さ、ああいうことで怒ってるんだ。お前はどう思う？と夫から話し合いを提案してくるようになりました。先生曰く、DV とかは、別れるのが一番いい逃げ道。だけど、もし、その相手が本当に必要なら、パートナーも一緒に頑張らなきゃいけないそうです。そして、今現在結婚10年目。子供もできて、ささやかながら幸せでした。けど、去年末、シュートから一通の手紙が。内容は、私も夫も見て驚愕しました。孫をよこせ。俺の孫だから、俺の後目を継がせるのが筋ってものだろ？ってことでした。というか、6年ほど前に引っ越ししていて、姑にしか連絡先を教えてないのに、なぜ、姑が連絡先を知ってるんだろう。と、夫が姑に連絡。お父さんが、教えろって怖くて、ごめんね、ごめんね。と、泣き声でこう言っていました。それだけならいいのですが、その上、お願い、孫くんをお父さんにやれない？じゃないと怖くて怖くて。とまでのたまいました。夫はため息をついて、そういう人だったよ、お袋は。できるわけないじゃないか。と肩を、かわいそうなほど落としていました。夫から受話器を奪って、お断りします。あなたがどうなろうと知ったこっちゃないですよ。私、夫くんと子供が一番大切です。いいですか？何かあったら警察に電話します。あなたも姑さんと別れてるんですから、付きまとわれたら、警察に言う知恵くらいあるでしょ？とまくし立てたら、電話の向こうで、姑大号泣。だって、本当に怖いんだよ。あなたにはわからないと思うけど、暴力を振るわれたことがある私はね。ああ、息子ちゃんは、私の苦しみをわかってくれるわ。とか言い出したので、子供を産んだ私からすると、可愛い子供を生贄にするあなたは、姑と同罪です。と怒鳴って電話をガチャ切り。ついでに、手紙には、夫、私、この、三人の幸せな写真をつけて。私たち、こんなに幸せです。ざまあ。ってメッセージをつけて、バカシュートに送り返してやったわ。今年に入ってからは、両方から音沙汰ないけど、もう本当に関わらないでほしいです。引っ越しは、現在社宅なので、もう少しで、持ち家の貯金が貯まります。なので、今年夏から秋にかけて、マンションか家を買おうかと、話してるところです。なんか、現況の姑に、嫌がらせをしたくて、たまらない心があったんです。現在、おそらく姑は一人で、私たちより不幸だと思います。だから、あなたの振りまいた元凶を断ち切りましたよって意味で。ざまあ、って言ってしまったんです。